この家。いや、なんか、H って形になっちゃってるし、今。ちょっと、H になっちゃったよ。意図せず、エッチだな。エッチハウスで、今日はお借りしましょう。え、なんか塗料とか塗れんの？このゲームって。塗れるんだったら、ピンクでエッチ、エッチハウスにするけどな。ラブホね、なんでラブホにするの？いいじゃん、ホテルで。僕見えるのに入ってみたらめっちゃいいホテルやんけーにしよう。そう、僕見えるだけ。ラブホのオーナー。でもさ、そこに人誘いたいな。坂本の家おいでよって言ってさ、誘った場所がさ、ピンクの H ホテルなの。めっちゃ、おもろいな。それするか。ラブホ外観で調べよう。塚本はさ、BL 知識でラブホの内装は知ってんだけど、外装知らないのよな。外装。外装って調べちゃった。ラブホ。やっぱ中ばっかり出てくんだよな。見た目。外。外。外観。お菓子の家みたいなのある。え、こんなんさ、間違えてカフェだと思って入るっしょ、下手したら。え、全然間違え、え、てか待って、え、待って、こういうホテルってラブホなの？え、ビジネスホテルだと思ってたんだけど、城みたいなやつもある。え、マジ？ほんとだ。坂本さ、ずっとさ、ちっちゃい頃に、山の中に城あったんよ、城が。で、母上に、あのお城さ、何なんだろうねって聞いたことあるの。したら、ね、何なんだろうねって返されて終わったんだけど、あれ、ラブホだったんだ。ずっとテーマパークかなんかか、なんかそういう豪邸なんだと思ってた。なんかいろいろ、面白い外観見っけたけど、やっぱ H で通そう。ね。なんか、坂本さ、たまにさ、前も言ったかもだけど、BL の知識ばっかりがさ、エロ知ってて、男女知らないの、全然。なんか、ローションが、みたいな話してたんだよね。なんか、ローション使うのが当たり前みたいな話したら、え？ってなって、坂本も、え？ってなって、え、それは特殊じゃない？って言われて、使わないのも結構ない？って言われて、え、いや、全部使うくね？みたいな、え、使わないは無理ない？って言って、え、だって無理あるよっていう話をしたら。え、待ってって、それはさ、また BL の話してるって言われて、BL の話？え、どういうこと？みたいな。え、男女でも使うんじゃないの？って言ったら、え、特殊だよって言われて、え、特殊なの？ってなって、なんかね、本当に浅いんだなって思った、そこで。なんかもうそれが前提なんだよ、BL ってさ。いや、ほんとなぁ。BL、ぜひ読んでほしいなぁ、みんなに。スパチャ読んで。あ、はいはいはい。あ、はいはいはい。BL じゃなくてスパチャ読めて。あ、はいはいはい。いや、ほんとさ